アーネスト・マースデンは物理学者。イギリス・マンチェスターの生まれ。今日では、ガイガー・マースデンの実験として知られる実験を行い、原子の構造に関する画期的な発見をした。生涯の大半をニュージーランドで過ごした。イギリス、当時ランカシャー州のマンチェスターで、トーマス・マースデンとフィービー・ホールデンの息子として生まれ、幼少期を同志郊外のリシュトンで過ごしながら、 ブラックバーンのクイーンエリザベスグラマースクールで学ぶを創設。マンチェスター大学に進学後、同大在籍中の1909年、彼が20歳の時に実験物理学者のアーネスト・ラザフォードと出会い、ラザフォードの助手であったハンス・ガイガーと共に実験の手伝いをするようになる。まだ学部生であったマースデンは、ガイガー・マースデンの実験を指揮したが、この実験がもたらした。 ラザフォードサクランの測定は従来のトムソンの原子モデルを反売し原子核の概念や核物理学の創始へとつながっていった。ラザフォードは1914年マースデンを今日ではビクトリア大学として知られているニュージーランドのウェリントンの大学に物理学の教授として推薦した。1915年彼は同地へ移った。彼は 第一次世界大戦中はフランスで戦い、武功十字章を授与された後、宇宙船から化学燃料まで多くの分野で研究を重ねた。彼は1922年にニュージーランド教育省で教育局次長になり、1926年には化学産業研究省を新設した。化学産業研究省の長として20年間で、彼は 国の主要な収入源である農業における科学的意志を築いた。彼は第二次世界大戦では新しいレーダー技術の開発に従事した。1947年に彼はニュージーランド王立協会の会長に選出されたが、その4ヶ月後、彼はニュージーランドの科学連絡担当官としてロンドンに移った。彼は生涯を通して多くの委員会を務め、 放射線の研究に興味を持ち続けた。マースデンは1954年にニュージーランドに戻り、1958年にナイトに叙勲された。マースデン基金は彼の名にちなんだものである。また、南極のマースデンさんも彼の名から命名されたものである。ありがとうございます。